はい、どうもガスインです。今回は豪気のズル参戦っていうのもおまけを含めて紹介していこうかなと思います。まず一つ目に昇竜 CA を仕込むっていうのが一つで、二つ目に重ねても瞬獄がいけるっていうのも紹介します。で、三つ目ダイヤ始発動からの表裏、このズルがねめちゃくちゃ強いのでぜひ、見ていってください。最後におまけもつけてますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは早速ズル一つ目やっていこうかなと思うんですけれども、まずはですねこれ昇竜拳、強化昇竜拳からこう CA ってまあ普通に入力すると思うんですけど、これね実はヒットの時に限っては CA が出る、ガードの時は CA が出ないっていうやり方がありまして、まあやり方というかシンプルにゆっくり入力するとヒットの時だけCA がこんな感じに出て、同じ感じで入力するとほら CA が出ない。なのでこれランダムにしてやるとほら CA 出ないですよね、これも出ないですよね、これも出ないですよね、ガードだったみたいな、これ出るんですよ。ゆっくり回すとこのヒット時の1段目のヒット時の硬直を使って CA にキャンセルすることができるんだけど、ガードの時はそのヒットがガードした時の1段目の部分がすごく猶予が短くなるので、逆にガード確認っていうのができてしまうみたいな、まあ確認ではないんだけど、これ硬直を利用してほらヒットの時だけ CA が出る。だからゆっくり回すとこれワンチャン CA で死ぬなっていう時にぶっ放したい時、ゆっくり冷静に起き上がりでゆっくり放すとこうやって CA が発生するので、これまずズルその1ということで、これ技術として一つ、これ結構実践的に使える CA なのでぜひ皆さん、やってみてください。はい、じゃあ2つ目のズルに行こうと思うんですけれども、豪気って、まあ、豪気ってってわけじゃないんだけど、豪気のまあ新校長の瞬獄殺、これめちゃめちゃ強くて、どういう部分で強いかというと、まあダメージももちろん強いんだけれども、すごい強いずるい瞬獄殺っていうのがあって、例えば相手が CA 放した場合はこっちが死んでしまう時とか、 CA 放されたら食らっちゃうよなっていう状況も瞬獄殺さえ持ってれば打開できるっていうずるい瞬獄殺なんですけれども、これね例えばダイヤシでこかしてこれしゃがみ中パンを押してるんだけど、もう確定で食らっちゃいますよね、しゃがみ中パンを押してるから。だけどトリガー中だった場合、これねこれ中盤出てるけど暗転に合わせて瞬獄殺を入力するとしゃがみ中盤をキャンセルして瞬獄殺を出すことができるんですよね。でこれめちゃめちゃ強いです。まあもちろんあの EX 昇竜とかにはスカッたりしてしまうんですけれども、CA パナシに対しては暗転返しができるっていう技術がありますので、ただしこれキャラによります。ユリアンとか、あとセスとか、あの CA の無敵が長いキャラクターに対しては負けちゃったりする場合もあるので、しっかり各々でねそれは調べて、このキャラクターにはいけるんだなっていうのを調べてやってくれるといいと思います。まあセスとかユリアンとかちょっと記憶にあるのは残儀も負けますね。あとはちょっとパッとは思いつかないけど結構いるかも、無敵が長い、エドとかもそうかもしれないですね。もしかしたら向こうの方が無敵が長いので、無敵時間が長い方がまあもちろん勝ってしまうっていうことになってしまうので、そこら辺はしっかり調べてやってみてください。はい、じゃあ最後3つ目のズルなんですけれども、次はねこれダイヤシクラカン発動、これすると受け身が取れない状況になるんですよね。ダイヤシクラカン受け身が取れないので、こっから表裏に行きます。弱100機で垂直ジャンプ、これ表の角、これまあずるいっすよね。で裏の卓があるからずるいってことで、裏は前ジャンプするやつです。こんな感じ、うまくいかないときは多分大体この100機が遅い、100機残機は最速で、こんな感じでねやれれば完璧だと思いますので、そこ注意して、習得できるように、実戦でめっちゃ使えるのでぜひ皆さんにもやってみてほしいと思います。でおまけで一つ、あんまりやる人いないんだけど、画面端の画面端の表裏、
これもめちゃめちゃ強いです。なんかピューラセってめちゃくちゃ補正重たいなーっていう時とか、そういう時とかにこういう発動して、まあ表とか、裏とか、これ歩きで表裏できるので結構見づらい表裏となってるんで、ぜひこれもね、補正が重たいなっていう時にトリガーも持っててゲージも持ってる時は皆さんぜひ使ってみてほしい表裏だと思います。で、あのこのちなみに注意点なんだけど、こっから行くと遠くて、立ち台系のターゲットから行くと遠くて、こっからのあの裏に行けない時があるんで、しゃがみ中パン膝からやってください。こんな感じで遠くてね、歩けないんですよね。これほら裏に行けないっていうことになっちゃうんで、しゃがみ中パン膝から、表裏卓行くようにやってみてください。で、まあ今回、すごく短い動画ですけれども、ズル参戦ということで、まあおまけもいくつかつけたんですけれども、こういうズルをね、ランクマッチで使うと、やっぱりランクマッチって結構一期一会なところもありますんで、相手もびっくりするような連携っていうのが組めて、まあ LP の、上昇というか LP が増えるような傾向になってくれればなと思ってますので、ぜひ皆さん習得してやってみてください。ということで今回の動画はこれで以上となります。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。